早ければ来月にも海上自衛隊鹿屋航空基地に一時配備が始まるアメリカ軍の無人偵察機について、今日鹿屋市の中西茂市長は、準備は予定通り順調に進んでいると状況を説明しました。これは今日鹿屋市の中西市長が明らかにしたものです。中西市長によりますと、現在アメリカ軍関係者20人前後が鹿屋入りして、契約事務や資材の搬入を行っているということです。配備開始時期については、国からまだ連絡がないとした上で次のように述べました。今市内に滞在している米兵の皆さんのとのトラブルもないというふうにで、ということで、今ほっとはしておりますけど、本隊が来れば相当規模できますので、気を緩めることなくしっかり、今後もですね、関係機関と一緒になって取り組んでまいりたいというふうに思っております。アメリカ軍の無人偵察機 MQ-9 は、早ければ来月中にも一時配備が始まる見通しです。